はい、お疲れ様です。今回の動画はですね、トンボの蝶針のトンボの描き方ですねをやってみたいと思います。設定はですね、この杭の頭にある釘をですね、レベルで測量して、そして計画高との差がですね、まあ、今回はちょうど1メーターあるということで、1メーター上がったところにですね、このトンボをつけるという作業をですね、実際やってみたいと思います。このぐらい高いトンボになるとですね、板をつけてからこの横のですね、このトンボをつける作業がかなり大変なので、もうあらかじめですね、もうザラ板にこの横のトンボをつけて、そしてここから1メーターのところにですね、印をつけると。そしてこの印とこの釘の上の釘をですね、合わせるという作業でですね、簡単にトンボの蝶針をかけることができます。ということで実際にですね、やってみたいなと思います。まあ、印的にはですね、もうあらかじめ、このトンボを作っておいて、この下場から、この印ですね、この印までちょうど1メーターにしてあります。それでここの印にもう釘を打ってですね、でこのように釘を出して、あちらの杭の上の釘の頭とですね、合わせて設置したいと思います。でここの釘の上とこの釘をですね、このように合わせて、打ち付けます。はい、といった感じでですね、こう盛り土のですね、まあ、およその高さがこれで、分かるというトンボの蝶針をかけました。まあ、これにですね、まあ、あとはこのようなテープをつけて、まあ、盛り土の管理をするような形にするといいんではないかなと思います。はい、ということで、トンボの蝶針の描き方ということで、まあ、ちょっとですね、簡単に解説させていただきました。